お世話になっております。送りバントの西久保です。高山です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いや久しぶりですね。久しぶりですよね。生配信して以来3ヶ月ぐらいやってるんじゃないの。普通の動画で言うと本当結構空いてます、ね、うん。本当はもうこの時期には1万人いってるっていう、夏ぐらいには1万人いってるっていう計算だけど、やっぱり上げないといかないですね。それはそうですよね、うん。まあ、ちょっとね、今日が乗らなかったっていうのがありますよね。今日が乗らなかった、うん。やれ毎日もう毎日ね、4ヶ月今日が乗らなくて、で、あえて今日は場所を変えました。そうですね、やる気を出すために千葉まで、うん、千葉まで来てまずラーメン食ってその後連食で、その足でもうね20分後ぐらいにアジフライ定食食って連食しましたよね。しかもラーメン大盛り食ってるからね。いや本当腹いっぱいだったな。で昼寝して、うん、起きて今ですね。何にもやってないじゃないですか。本当だよ何のために来たか分からない。ギリ今 YouTube 撮ってるっていう、うん、だからこれからはちゃんと曜日決めてね、うん、やりましょう、うん、やりますんで、ちょっと再度もう一度お願いしますね。よろしくお願いします、はい。じゃあ早速、うん、最も質問が多かった質問が多いっていうか、あの日頃結構気まずいシーンがあるなっていうか、いつまでたってもなんか自分にとって情けないタイミングがあって、はい、で僕、はい、結構人見知りっていうか、もうそうもう50近くなるけどそうあるから、うん、結構苦手なシーンがあるんですね、うん、苦手なシーンで言うと、うん、例えばさ、まあ、僕もアドウェスとか兼任してるんで、うん、まあ、大きな会社じゃないですか、アドウェス、はいはい、でたまに辞める人がいるんですよ、うん、で辞める人がいるん で、はい、人数多い会社だからあんま喋ったことない人っていっぱいいるじゃないですか、うん、でその人がこう辞めますみたいな挨拶を席でこうして順番していくんですね、うん、で俺がさあんまり喋ったことないから、うん、この人来るのか来ないのか、俺のところまで挨拶来るのか来ないのか、うん、飛ばしてあっちに行くのか、あ、なんか分かんない状況でももう気づいてるっていう、うん、その時に俺はもう本当に気づいてないふりって過集中って呼んでるんですけどパソコンにずっと見て気づこう無視されてこの人いらないって思われても自分が傷つかないように気づいてなかったっていうふうになるように過集中、うん、あそこにこう数数えてあれとかやりながら気づきたら、あっ今気づいたみたいなことをしちゃうんです、うん、これは似たシーンで言うと、うん、誰かが旅行行って夏休暇明けとか、うん、はいはいはい、お土産買ってきました、あ、私に来るやつね、で、うん、結構もう詳しい情報も耳に入ってきてる、箱根に行ったとか、結構いい旅行泊まったんですけど、うん、もう聞こえてるけど全部こうやって過集中を過集中をして、うん、で来たら、うん、どこ行ってきたんですかとか、ああそうなんですねとか、うん、やっちゃったら本当情けないな、すごい暗い話ですよそれ。結構あるまあね、人ある話だと思うけど、まあ、あるでしょうね。これがいくつになっても治らない。高山さんどうなんですかそういう場合。俺思った高山さんってあんまないだろうなと。いや俺ね、お菓子絶対欲しいからあのましてやそのお土産物のお菓子って貴重じゃないですか。食べたいか食べたいからもらいに行きます。こうやって配ってる時に、うん、あすいません俺もう一個いいですかとか言って、言い方としてはお土産スタンプラリーを作っててみたいな、あ言うんだ、言う、あと通りもんでコンプリートできるんで、うざいと思われたら嫌だなとか思わない、うん、太ってるからお菓子この人好きなんだな、うん、とかもあるし、思われるの嫌じゃない、いや太ってるから好きなんだろうって思われる方がくれそうじゃないですか。もらうことがもう第一に食いたい、特になんか食べたことないやつとかは絶対食べたい。すごいな、箱があるうちのさこの1個だけじゃんもらえるのって別に、はい、1個だけです。それも欲しいんだ絶対に。どんなものか食ってみたい、特に食ったことないものと好きなもの、ハギの月とかは絶対食いたい、まあ、ハギの月とか、ね、とかはもう絶対に、うん、やめるっていう時もやめちゃうのとか言って、あ情報が欲しい、うん、えなんでとか言ってどこ行くのとか言って、あ聞きには行っちゃいますね。じゃああれは、まあ、気まずいシーンで行くと、はい、もう全然仕事関係ない時にうっすら知り合いに道端で、うん、多分50メートル先ぐらいに自分が気づいて、うん、で方向的にいつか交わる、うん、これはもうギリギリまでこう予定見たり、うん、で時にはもう空電話とかして違う道にそれたりするぐらい逃げる理由がわからないです。いやいや理由が逃げる理由がわからないです。追われてるんですか。いや悪いことしてないけど、うん、なんかスイッチがそこで入れてああどうもみたいな、うん、話がちょっとできないタイプです。でも多いと思うんですよ、思うんですよ、ね、まあでもいるでしょうね。高さんどうするのそういう時自分から行く、おーおーとか言って、結構離れてても50分もう走って行ったりする。すごいよな電車でも嫌いなやつ以外だったらおーとか、あのちょっと近くに行く前にだったんですよ、別だけど俺降りちゃうもんだって
え、何が嫌なのそんなに。降りちゃうか、ここで向こうもちょっと気づいてるかもっていう時は、自分が降りる一駅前ぐらいで声かける。あ、たまにさ、俺がここで座ってて、こういう時ないよ。全然もう、俺もそしたら、こんちょはじゃん。俺もう、仮死状態で寝る。うん、俺、そういう時は、一応、だっての、あれ、バッグ持とうかとか、バッグ持ちましょうかとか、絶対、いや、大丈夫ですって言われるのは分かっていますけど、それぐらい声をかけますね。なるほどね。なんか、ちょっと待ってくださいね、チコさん。再会早々いきなり暗くないですか？おじさんの暗い悩みいきなり聞いてますよ、なんか。大丈夫ですか？いや、でもね。そんなチャンネルでしたっけ、これ。まあ実際でもね、そうした方がいいんだろうね、とは思うよね。高山さんのように。電車とか結構だからね、うん、難易度高いですね。奇跡的に目の前に座って、ね、立ってる時あるから。向こうも気づいてるんでしょ？どうなんだ、俺大丈夫ってぐらい寝てますよ。なんでそんな嫌なの？そんな人と話すのって嫌なの？やる人間。なんすかね、まあ、ちょうど年末なんでね、はい、来年からは少しずつ、ね、ちょっと豊かになる気がする人生が。あるあるっちゃあるあるなのかな。で、送りバントは4人いるけど、はい、この間話したら高山さん以外全員そうなんです。そうでしょうね。だすごいナードな会社。もうちょっとね、うん、その高山さん以外の3人、うん、少しぐらいちょっと社交的になって、うん、来年はね、うん、社交ダンスでも習えばいいんじゃないですか。確かに難易度高いな、社交ダンス。後悔とかに行った方がいいです、少し、うん、そうそう、ちょっと暗すぎるから、うん、ちょっと暗すぎます、ね、暗すぎるから、ちょっと見直していきたいと思います、はい、生活、はい、っていうところで、はい、はい、今日気分変えてね、千葉からお送りしたわけですけど、はい、気持ち暗い。来年は頑張ります。来年ってか、今年もまたやるんでしょ？やります。はい。はい、まあ、とにかく、じゃあ、YouTube、次回からは明るくやっていきましょう。はい、やります、はい。チャンネル登録、高評価、はい、コメント、どうぞよろしくお願いします。こんな人に誰も登録しないお願いします。